今日ね来ました。久しぶりにちょっとやろうかなと思うんですけど、匂いがやばい。この匂いつられてルルちゃんが、おお匂いがやばい。唐揚げチャーハン絶品いきましょう。久しぶりに唐揚げチャーハン、いや唐揚げチャーハン超うまいですからね。じゃあちょっといただきましょう。おビールをいいですか。唐揚げチャーハンと金麦絶対うまいでしょう。いいですか。いいんですか。いいでしょう。CM 来ないかな。 CM お願いします。あーうまい。いやーこれ酒飲みながらこれねフライパン振るっていうのはね至福ですよね。おーおー、ルルちゃんが、ルルちゃんがちょっとね、ルルちゃんがね大変ですよ。本当に困ったもんですよ、ルル姫が。危ないからね、ルルちゃん。唐揚げ何個にしようかな。もうルルちゃんが唐揚げ狙って、ちょっと唐揚げこのままいきましょうか。1個もう、おすごいやばい。この匂いが、うん、匂いがルルちゃんを刺激してます。うん、いや、匂いがやばいですね、これうまい。おぉ、ルルちゃん、ルルちゃん、ルルちゃん、あ困ったもんです。いただきます。からのから揚げとビールってこんな、なんで合うんですかね。トライアルのから揚げがうまいんですよ。安いし、金賞受賞してるんですよ、これ238円。238円でこのクオリティはやばいな。めちゃくちゃうまい。238円ですよこれ。安くないですか。ちょ、もう一個。うん、うまい。チャーハンじゃなくてもこれでいきましょうか。ね、チャーハン。うまっ。トライアルの唐揚げマジうめえ。
いや、トライアルの唐揚げ、ほんとうまいですよ。マジうまい。最高っす。これ238円っすよ。うまみ醤油。238円。ありがとうございます。神だな。じゃあちょっと。ちょっとね、ルルちゃんがね、ほんとね、飛び乗ってくるから危険ですよ。マジで。だいぶね、ジャンプ力がね、増してきたんですよね。ジャンプ力が。おお、ジャンプ、助走つけてジャンプ覚えたか自分。おお、そこは無理よね。そこは、おお、そこ無理よ自分。うん、これね、唐揚げチャーハン本当にうまいっすよ。唐揚げチャーハンマジうまいっすからね。もう半端ねえっすよ。このなんすかね、もう味がね染みついてる。ああすごい、ジャンプしてきた。ルル姫がジャンプしてきました。やばいやばい。ちょっとね、これジャンプしてここまで来るようになっちゃったからね、やばいんすよ。ここね、ジャンプして乗れるんで。やばいやばい。いやちょっと肉すごいな。肉がすごいですよ。肉が多い。この肉からね、こう出る出る汁が、うまみが。基本ね、肉のうまみでいけるよ。うん、この。マヨネーズ全部投入。
肉から油が出てますよ、油が。肉汁が。肉汁が出てる。じゃあもうちょっと卵導入しちゃいましょうか。男なら黙って片手いきましょう。もこみち、ネギ入れます。あー間違いないね。ちょっとね、今回ね醤油味だから醤油ことにしましょうか。醤油味なんで醤油ことにしましょう。あーうまい、間違いない、間違いないっすね。いやーフライパンマジ最高っすね。これフライパンの出来がやばい。こんなの絶対うまいじゃないですか。こんなの絶対うまいじゃないですか。もうルルちゃんもね、ちょっともう食っていいですか。ちょっとあまりにもうまそうで。
絶対間違いないやつですね。絶対っすよ。ルーちゃんは諦めて猫の飯を食いに行きました猫飯を食いに行きました。じゃあこれは人間の飯ですからね。いただきます。久しぶりの唐揚げチャーハン。唐揚げがうまいもん。あーやばい、唐揚げチャーハンとビールマジやばいっすね。いや、唐揚げチャーハンとビールやべえな。うん、からの めちゃくちゃ合う。こんなの合うでしょ。唐揚げうまいからね。絶対うまいね。唐揚げチャーハン本当いいっすよ。ルーさんはね食えないよ。おお、そうね、大変ですよ。うまい。困ったもんす。飯食わせてよ。飯食わしてよ。本当に大事ね。全国のあれですね。猫を飼ってる。まあ猫、まあ動物。動物大変ですね。なになになに。ちょっと騒がしいです。ああ、おいしいっす。ああ。
はあ、幸せですね。やっぱビールと合う飯を食うともう最高に幸せですね。やっぱね、金麦やっぱラガーが一番いいっすね。ラガーがやっぱ一番いいよ。何ですか。映ってないですね。お前いるんです。おーおーおー。なんかね、指を噛んでくるんですよね。指を噛んでくるんです。指を獲物と思ってんのかな。金取れますよ。ほんとうまい。おい、まあトライアルの唐揚げがうまいだけなんですけど、でもトライアルの唐揚げを安く仕入れてきて800円で売ればね、200円ぐらいは利益に取れるっすかね。どうもー。あ、電池がもうないっすね。点滅してます。充電忘れました。はい、ということで食べたんで24分か。まあ唐揚げチャーハンと、まあ、金麦はラガーは最高っすね。最強。ぜひご賞味あれ。では